皆さん、こんにちは。こんばんは。ニューヨークさん、アイテルでございます。さあ、今回はですね、モダンコンバット5初心者講座第9回目というわけでね、アタッチメントのことについて教えていきたいと思います。というわけでいきましょうか。まずこちらですね、G36C ことユフィアタン。こちらのね、最強装備はこちらですでで。タクティカルフラッシュハイダー。ホログラフィックレッドドットサイト。えー、ヘビーデューティーグリップ。 エクステンドでございます。まあ、レッドとね、比べてみると大きく違うのは、レッドよりね、まあ、射程があり、えー、そうですね、射程があり、射程だけですね、というか、うん。<laughs> はい。まあ、威力はレッドよりちょっと下がっておりますが、まあまあまあなんか強いんですよ。ほんと、レッドより安定するんですよ。あ、これは、このレッドはまだフル装備じゃないんですよね。フル装備って感じか、あの、作ってますよね、完璧に。完璧にしてはもっとレッド強くなるんですけど、 まあユフィアの方強いというわけで私はユフィアゴリ押しですねはいまあユフィアは何と言ってもね3発か2発当てれば凍らせるんですよ発射レート遅いんですけどそんな変わんないような気しますねはっきり言ってで遠距離もバリバリユフィアの方届きますしでは次行きましょうかちょっと待って待ってユフィアなんか俺使いたくねえよそんな強武器というあなたそんなあなたにこのコンパクト665をおすすめしますデゥン こちらですね。こちらの商品はですね、なんと、威力が高く、射程短いとか書いてあるくせにめちゃくちゃ届くんすね。これまた、では行きましょうか。ヘビーデューティーグリップ、フラッシュハイダー、エクステンド、ホログラフィックレッドドットサイトでございます。こちらはね、なんか、ここにステータス書いてあるんですけど、それ以上に強いんですよね。精度はなんかめちゃくちゃバリ高いですし、 威力はなんかアホみたいに高いですしまあ射程短いんですけどめちゃくちゃ当たるんですよねというわけでもう俺アサルトも全部極めたしもういいしサンマシンガンでもいこうかなというあなたにおすすめですこちらコンパクト665の上級者アタッチメントでございますタクティカルフラッシュハイダーグ,ラッグリップはなしですねそしてエクステンドアイアンサイトでございますまず M4 のね特徴といってもねこのいいアイアンサイトですね ここにサイトをつけるのはもったいないまずねかっこよさが一気に変わりますねグラはいそしてねもうグリップがあるだけ M4 はダサく見えますね M4 は本当にやはりねグリップなしにしてもなかなか当たるんですよこれまた上級者のアタッチメントとしてもなかなかいいそして、ね、ただ威力を、ね、上げるだけのねフラッシュハイダーではダメなんですよ威力射程をね安定させるためにこれをつけるんですはいというわけでこの3つのアタッチメントを使って今から野良に行きたいと思います <laughs> さあいきましょうかまずはね安定度抜群のユフィアタンですねさあここまず、まあ、確実にヘッドショット当ててからの後ろの敵もしっかりし留められるもうねユフィアタンはほんと誰が使ってもキルできると言ってもいいぐらい強いんですよもうやられそうになってもしっかり3発か2発当てるだけでね殺せちゃうんですよこの武器本当とですね嵐もうこの時点でもう3キルしちゃってますよもうもう安定度高すぎてハゲちゃいますってワンキル につきるですと思ったんやけど取られたと思ったらつきるお前のキル数は俺の安定度だろとユフィアは支えておりますねさあ行きましょうかどんどん行きましょうだいたい1分間にね1個の割合でえ武器をねちょっと使っていきたいと思いますさ裏を取ってしっかりハンドガンで仕留めていきたいんですがあれえ死んでないなんでちょ待って待って当てたやろ今嘘うだろなんでなんでちょ待って何かちう人にハンドガン当たったんやけど 今、ここに当たるんだ。OK、しっかり食った。もう本当安定した、あれあれもう遠距離もバリバリ当たりますからね、ユフヤさん。おリロード、あー、やばい。あー。さあ、次の武器はですね、もう安定度というよりもね、もう M4 の中では一番ね、もうベストなもう装備でいきましょう。もう覗いても強い、腰ダメでも強い。素晴らしい装備ですね、これ。 ユフィアよりも集団率がいいんですよ、この武器は。はい。もうどんどんキルしちゃいましょう。どんどん行きましょう。まあ、ね、この、ああ当たんない。あー。テラストの敵をしっかり、あれ当たんない。え、嘘。え、ちょ、まあ、あんた誰だよ。え、ちょ、ちょ待って。え、ヘッドショット嘘だよ。え、ちょ、後ろかと言ってる間にね、もう11キル3です。フラグトップまでもう乗り詰めますよ、もう少しで。素晴らしいとこにリスポーンしましたね。 もうこの武器ほんといいんですよねなんか足速いですねちょっと普通のやつより多分気のせいだと思うんですけどもう集団率が高く威力も高いまあ最もね初心者におすすめな武器だと思いますね私的にはちょっとキルできるようになってきたなーと思ったらユフィアに乗り換えるのもありだと思いますねワンキルツーキルさ奥の敵は殺せないチャブティックかチャブティックをですねバーサーカーモードにしてね シャブテックを使うとね胴体一発で殺せるんですよというねちょっと裏技的な知識の方を言っておきましたのではいもうね除いても強いんですよこの M4 は回った回った何回もね重要だから言っちゃいますあ負けちょっとじゃあ次はね上級者向けの M4 に行きたいと思います <laughs> いきましょうかまあ、なんといってもねグリップとねグリップがないそしてアイアンサイトなんでねもう M4 はもうかっこいいですよね SF2 の M4 ですよね分かりやすければ。 SF2 にりも M4 にグリップついてたらクッソダサいですからねあんな感じですよもう M4 と決まればアイアンサイドそしてサブプなしもかっこいいですよねさあいきましょうかただしねモダンコンバットでその装備をすると、ね、かなりねちょっと難しいんですよ扱うのが近距離はね、まあ、しっかり当たるんですよであと弾がばらけるんですよね打ってる途中フルバーストしてると本当にきついんですよだから大体3点バーストかタップ打ちでやってますね私的には10発に10発ずつ打つとか5発ずつ打つとか1発ずつ打つとか3発ずつ打つとか まあ遠距離はほぼ3点バーストとかそんな感じですね、私。さあ、くぼみにフラッシュを入れて、後ろから敵が来たがここは逃さず、1キルしっかり取りましょう。M4 はね、ほんとかっこいいですね、まずビジュアルが。いや、俺は G36 の方が好きだっていう方はね、まあユフィアをとてもお勧すすめするんですが。私は G36 こユフィアよりは M4 の方が好きですね、ビジュアル的には。あ、後ろ取られた。ボスカーか。というわけでね、まあ今回も早速ね、20キル7位でフラグトップまでね、登り詰めました、この装備のおかげで。 の覗いてもねしっかり当たるアイアンサイトがまたかっこいいですよね覗いた時よしヘッドショットというわけでね、まあ、残り6秒ですねこう確実に1キル取っていきたいが取れなかったというわけでまあ22キル8ですかというわけでフラグトップなりましたね素晴らしい装備ですというわけでお疲れ様でしたご視聴の方ありがとうございました